はい、ご視聴どうもありがとうございます。ゆっくりこすずです。口が乾いてきたゆっくりまみぞうせ。今回は2021年度暨陽大学の高校別合格者数の発表です。一般入試の合格者数せ。では、読み上げ開始です。第28位市岡高校、橿原高校、奈良北高校、第25位津西高校、西風高校、青林高校、第20位四条縄手高校、布施高校、東住吉高校、生駒高校、智弁学園高校、第18位手塚山高校、智弁学園奈良カレッジ高等部、第17位神津高校、第14位生野高校、富田林高校、なにわ高校、第13位仙陽高校、第12位清水谷高校、第11位南陽高校、第10位海南高校、第9位城南陽総高校、第8位夕日が丘高校、第7位上野高校、第5位青高校、泉高校、第4位郡山高校、第3位高田高校、第2位米美高校、第1位平城高校。以上が暨陽大学の合格上位校となります。それでは、またのご視聴、お待ちしております。